で成長虹色動画。今日は紫色草、みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、座ってできる楽しい歌体操、転倒予防、ふるさと歌体操、上半身編。ぐるんぐるんぐるん。さあ、意外と大切、上半身ね、転倒予防ね、老化してくると足から廃る転倒予防、ついね、足太ももふくらはぎ、足が大事っていうのはね、もう僕も皆様もね、認識がすごくあると思いまして、実際に足の筋肉、足の動かし方、股関節大事なんですが、意外とね、上半身ここも大事なんですね。散歩、ウォーキングするときに、この人間の体、肩甲骨、股関節、これ連動してるんですよ。なので肩甲骨をしっかり、上半身しっかり大きく腕を振ると、自然に連動して骨盤も上下にね、前後に大きく開いて、大股の大きなストライドでの歩行が保てます。老化してくるとやっぱり骨盤が下がって猫背になってちょこちょこ歩き、こうなってくると転倒リスクがぐんと上がってきますので、しっかりね、骨盤立てて、腕を大きく振って、足を大きく開いて、大股でゆっくり歩く、まあ大股で速く歩いてもいいんですけどね、大股で歩く、この状態に持っていく、この状態を維持していけば見た目も若々しく見えますし、何より転倒リスクが軽減します。そして上半身をね、こう関節可動域、筋肉を鍛えておきますと、ちょっとバランスを崩した時も、この上半身の動きでこうバランスを保ったり、そして最悪こけそうになった時も、手でね、バーンとついて大事故、大腿骨骨折とか、顔をバーン打って、なんか脳に衝撃があるとか、そういう最悪の事態も免れることが、回避することができますから、上半身も大事です。だから前ね、このシリーズの太もも編でもやりましたけど、太ももも前後ろ両サイド、周りをバランスよく全体鍛えることが大事で、それと一緒で、もう体全身ね、やっぱりここだけ、太ももだけ鍛えておくっていうよりは、やっぱりこう最終ね、最高にいいのは、もう複合的に総合的にバランスよく鍛えるのがね、やっぱりボディバランスの上でもね、すごく大事だと思われます。まあでも一気にできませんから、困ったらまずね、このスクワットの筋トレとウォーキング、有酸素運動、まず困ったらその2つね、そこから入るんですけども、最初はやっぱりバランスよくということで、本日は上半身に絞って、転倒予防、ふるさと歌体操を進めていきたいと思います。そして今日も日本人心の名曲、ふるさとを歌いながら体操するのわけですから、脳の活性化にも最高にいいですね。楽しんで、もう活性化率ね、すごく上がっていくと思います。さあ、それでは本日もまずは笑顔で、手拍子で、足踏みで、ふるさと一番だけ大合唱行ってみましょう。3、はい。うさぎを石かの山、こぶな釣りしかの川、夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと。あー、いいですね。もう正味ね、歌体操、足踏み、手拍子で楽しく歌う、これだけでももう有酸素運動ですからね。歌いながら手拍子、足踏みしてますから、もう十分効果はありますからね。さらにレベルの高いことをね、この転倒予防、歌体操ではやっておりますから、ゆっくりやっていきましょう、ゆっくりね。はい。さあ、そしたらこれに合わせる上半身の体操ですけども、今日は肩甲骨をぐるんぐるん動かしますから、肩こり改善、これにも非常に効果があります。まず4つかな、今日も4つね、4つの体操組み合わせるんですが、まず1つ目、両手のつぼみの形を作っていただいて、鎖骨ブロック、そして肩回し、この肘で
大きな円を描くように肩甲骨をぐるんと360度回すような感じで1、2、1、これを2回回したら今度合掌してこのままぐんと上に伸びて、こっから手のひらを外側に返して下ろしていく、この組み合わせね。うさぎおいし、あ、じゃあ2回か、待って待って待って、うさゆっくり、あんまり早くしたらガクってなるからな。うさぎおいしかの山で、こぶなつりしかの川ですね。飛行機体操、このまま胸を反らして肩甲骨を寄せて、夢は今もめぐりてね、こういう感じでブインブイン、おお、この大胸筋をグンと開いて呼吸筋をグンと開くことで、胸式呼吸ね、しっかり深呼吸の時にね、たくさん空気を吸うことができますから、1、2、3、2、2、3ね。はい、夢は今も巡りて、最後忘れがたきふるさとのところはパタパタ体操、これもねよくねやっておりますが、肩関節をね、可動域をしっかり、維持できます。こう万歳体操の交互バージョン、これでパタ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 90度に肘を曲げてパタ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 、これね楽しそうで、簡単そうな体操なんですけども、やってみるとね分かると思うんですが、意外に腕が重いので肩への負担がすごい、だから普段だいたいこうね、あの肩甲骨使わない生活だとこの辺で指先でこうやる生活、これももちろんね脳の活性化に大事なんですが、やはりよりアクティブにしようと思ったら肩甲骨を動かす必要がありますね。そうすると、あれ俺の腕こんな 重かったっけっていう、これねなんか改めて感じますので、ちょっと普段運動量が少なめの方は結構肩への負担がきついなって感じると思われますので、もし厳しい方は このテンポでやるのきついから、1、2、3、ゆっくりゆっくりゆっくりこう間前にとってやってもねいいかもしれませんね。はい、さあこの4つの動き、あれ覚えてますか？ちょっと僕が混乱してる、肩回しやってこう肩甲骨体操やったあと、やったあと何やったっけ、これの前に何かやったな、あれ何やった、あれちょっと待って思い出す、あ、これこれが飛行機体操、前に出してブイン、前に出してブイン、やってパタパタ体操の連続技を歌を歌いながら楽しく行う。さあ行きましょう。はい、転倒予防ふるさと歌体操上半身編、行ってみましょう。あ、その間もずっとそうや、その間もずっと足踏みを継続してやります。さあ行くぞ、いけるか、タカちゃん頑張りましょう、みんな、いきます、3、はい、うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて、忘れがたきふるさと。うわ、いい運動、もう上半身ふわっと使いましたね、体がポカポカなってきました。肩こりもね、これから寒い時期、肩関節が痛いわとか肩こりがちょっとひどくなるわっていうね時期にもぴったりではないでしょうか。ただしこう痛いと思う時はあんましたらあかんわ、ちょっと痛いっていう時はちょっとあんまりぐるんぐる回すのは良くないので、まだ痛みが収まってからその、関節可動域を徐々に広げていくようにしてください。一回ねガキって僕もね40過ぎてから40肩で一回肩ボール投げねバーンってやった時にガキってなったら、これ治るのに相当時間かかりまして、そうすると結果的になんか動かす回数がどんどん減っていって関節可動域がより拘縮して筋力が減るっていうね
ちょっともったいない結果になりますので、特にミドルエイジシニアの方々は準備運動、ゆっくりしたストレッチを入念にした上でアクティブな歌体操、アクティブなウォーキングとか、そのグランドゴルフとかね、よりアクティブな方にやる前の準備運動、これの重大さを初めて分かる40代でございますね。もうね、はい、皆さん共にそう準備運動しっかりしてね、健康長寿、人生100年時代を謳歌させていきましょう。そんなわけで、親子で成長虹色動画は親子で楽しく共に成長、これをテーマにやっておりまして、紫色草では介護予防のスペシャリストタカちゃんが介護予防をテーマにしていっぱい勉強、いっぱい発信、皆様と一緒に健康長寿を手に入れようと思いやっておりますので、今後ともよろしくお願いします。頑張っていきますので、ぜひとも高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。そんなわけで、本日もタカちゃんと一緒に心も体も頭もそして地域も活性化できました。また会いましょう。さようなら。どんどんパーン。